こんにちは、あじおれです。えー、本日なんですけどね、ちょっとあの、滋賀県の、えー、ニュースについて今日は喋りたいなと思います。あのー、まあ、知ってる方も多いかなと思うんですけど、俺、滋賀県にね、住んでて、で、まあ、やっぱりね、その、滋賀県、まあ、同じ県のニュースとかやと、やっぱりこう、注目してみるんですよね。で、まあ、そんな中でも、ま、あ滋賀県と、 の中でもね、まあ非常に大きなニュースの一つやと思うんですけど、大津市という、まあ県庁所在地が、滋賀県は大津なんですけど、その大津市の、えー、いじめ自殺の事件があったんですよね。まあ非常にこれ大きな事件で、2011年なのでもう10年前になるんですけど、当時ね、中学校2年生の子が、えー、いじめにあって でえー、亡くなってしまったというニュースというか事件なんですけど、まあ、非常にね滋賀県の中でも大きくて、まあ、滋賀県というか、まあ、全国的にねあのこれ当時めちゃくちゃ話題になって、まあ、ニュースをもずっと取り上げられてたんですけどもう10年も経ったらねあの今はもうあんまり覚えてる人はいないんですけど、まあ、そういう悲惨な、ね、ニュースっていうのはやっぱりそういうこういう事件っていうのは、まあ、あの忘れたらあかんなっていうのであのちょくちょくね あの、気には止めてたんですけど、まあ、で、この事件なんですけど、まあ、何がね、まあ、むっちゃ炎上したんですよ。あの、これはほんまにむちゃくちゃ炎上して、当時。まあ、なんでね、あの、こんなに問題になったか、この事件なんでこんなに炎上したのかと、えー、言いますと、あの、当時、えー、中学校2年生だった男の子が、えー、まあ、いじめにあってると。で、まあ、このいじめ内容がですね、まあ、あの、3人の、 男子生徒からまあそういう暴力とかリンチとか昼休みに呼び出されてあのその3人の子がリンチされたりとかまあ口の中にねあのスズメバチとかカエルとか虫とかの死骸とかあの食べさせ入れられて食べさせられたりとかねあのその子の親の銀行からねお金を取り出していろいろそういうので恐喝とかまあ本当にねあの掘れば掘るほどすごいいっぱい出てくるんですけど。 まあ、さんですよ。<laughs> あの、まあ、むちゃくちゃ、むちゃくちゃなね、あの、ことをしてる、まあ、集団でね、まあ、集団って言っても3人なんですけど、3人の子がその1人の子に対して、まあ、そういうほんまにね、まあ,あの、胸くそ悪いというか、えーまあ、そういういじめをね、していたんですよね。で、その、えー、様子を見ていた女子生徒、女の子が、 あの、勇気を出してね、あの、担任の先生に言わったんですよね。いじめられてると。あの、今、トイレで、あの、男の子が殴られてるとかね、いろいろそういう、なんか、報告をね、あの、先生にしてたんですけど、その先生も、あの、いじめを黙認していたというのがね、後々になって分かったんですよね。で、まあ、その先生が、まあ、その、いじめてる子とかに対して、あんまりやりすぎんないよとか、まあ、いろいろそういうの言ったりとか、 そのいじめられてる子に対してね、あのー、君が我慢すれば全て丸く収まるんだからとかね、そういうことを言ったりして、そういうのがね、あの、後々明るみになって、まあ結果的に大炎上したっていうんですけども、もそれだけでもね、あの、非常にムカつくっていうか、まあ、まあ、すごい胸くそ悪いんですけど、その他にもね、あの、男の子が自殺した後、えー、記者会見で、ね、校長先生がね、あの記者会見をしてるんですけど、その記者会見もまあひどくて、 まあ、それはそれでまた炎上して、あまあ、なんていうんですか、なんか、いじめではなかったみたいな。あれはただの喧嘩で、あの、いじめとは、み、なん、なん、いじめとは思ってないみたいな。それで記者会見で、ほうちゃん言われたんですよね。で、まあもう記者陣から、まあもう、ボロカツ言われて、じゃあ何を、あなたは何、ど、どこが境界性やねんと。じゃあ何をいじめとして認めんねんって。それがいじめじゃなかったらね、何がいじめやねんみたいな感じで、 もう、ボロかすね記者の人らから、もう言われてやって、で、まあ当時それでま、それはそれでまた炎上したんですけど、他にもね、あって、この加害者のいじめてた、三人のこのいじめてた親の一人が、まあほい PTA 会長やったんですよね、当時。その当時 PTA 会長で、で、その親がまたクソ野郎で、あの、クソ野郎、もうクソ野郎です。もうだのクソ野郎で、もうね、このいじめてた子の親が、 親がですよいじめたこの親がですよ。うちの方が被害者やみたいな言い出したんですよ。このまあそういったニュースになって、なんかまあ色々そういろいろ世間からいろいろ言われたりとかして、うちの子がかわいそうやみたいな、うちの子が被害者やみたいな、なんかまあそういう、なんただのプロレスごっこをしてただけやのに、なんかまあそんな風に言われて、うちは無うちの子は無実やみたいな、そういうのを、ね、文章に、PTA 会長なんで、そうでった文章を変えてね、こう。 配ったたりとかしてうちの子は無実ですみたいなだからなんかもうそのなんでうちの子が悪いねみたいな感じでこう開き直るというかもうそのなんやろね <laughs> もう発想っていうかねもう考え方がねもうクソ野郎すぎて普通ならね自分の子がねまあそうやってまああの後々こうやっていじめてたというのが分かってそのいじめた子がさらに自殺までしてしまったとなったらね親やったらもう、まあ、俺やったらね もうどう,どうするっていうか、もう、とりあえず、まあ、その自分の子と、まあ、もう当然、謝りに行くし、謝るだけでは、まあ、もちろんすまないですけど、ま,あ、まずはねあの、そういう謝罪をするべきじゃないですか、それどころかね、開き直るんですよ、うちの子が悪くないと、逆に被害者やみたいな、そんなん、やばないですかで、それはそれでまた炎上して、まだあるんですよ、まだ <laughs> まあ、やばいでしょ、この事件、この事件、ほんまにやばいんですよ。 でまずね、あのー、次、まあ、裁判に、まあ、当然なるじゃないですか、事件になって、裁判になって、あのー、自殺したこの親、被害者の家族が、あのー、一審でね、えー、3600万かな、3600万の、えーまあ、賠償金を、あのー、求めたんですけど、2審で、あのー、400万まで減額されたんですよね。 なんでってなるじゃないですか。3,600万がなんで400万まで、その、減賀されんねんってなると、なんかその、大津市と、まあ、あの、和解したからっていうのと、その、被害者の親も悪いみたいなことをね、言いよったんですよ。やばいでしょ。<laughs> 裁判長が。なんかね、その、いじめられた被害者、自殺した子も、の、親も、その、ちゃんと自分のこと向き合ってへんかったみたいな。 家庭環境でちゃんと自分の子の,あの悩みとかそういうのを聞いてあげれへんかった止められへんかったっていうので400万まででね減額されたんですよそれはそれでその裁判長とかねもうその400万まで減額されたまあ10分の1じゃないですかよく、まあ、そこまで減額されたっていうのでまたそれはそれで大炎上してあのー、まあもうこの事件自体がもう掘れば掘るほどなんやろもうおかしいことだらけなんですよ で、もう、んで、その、結局ね、あの、まあ、さすがに400万っていうのはあれなんで、上告したんですけど、これがもう、あの、跳ね返されたっていうか、あの、あかんってなって、結局、シンの400万で、まあ、決定したっていうのがね、まあ、最近、またそれがニュースになってるんですけど、まあ、この賠償金、まあ、お金じゃないですよ、当然ね。まあ、お金の額ではないんですけど、いや、もう、その、被害者の家族も悪いやろ、みたいな。 で、400万までね、減額されるってね、いやいやいやってならないしか。まあ、100歩譲ってね。まあ、確かに被害者の家族も自分のことを、まあ、こう、こう、いろいろ話す気概がなかったりとか、悩みを聞いてあげれへんかったっていうので、まあ、100歩譲ってね、まあ、ちょっと、まあ、悪かったとしましょう。ですが、ね、じゃあ加害者の親はどうなんねって話じゃないですか。思いそこは委員会ってなるんで、いや、なんかね、ずれてるやろと思うんですよ。 どう考えても被害者の家族がどう考えてもね、あの、守ってあげなあかん立場やのに、なんで加害者側についてるんやろな、みたいなね。そう思うんですよね。いや、じゃあ加害者にはもっと罪を負わせろよってなるんで。いや、なんかね、もう、この事件ね、たなんかね、おかしいんですよ。んでね、もうやっぱりそういうなんで、もういろいろネットとかでももう、すごい今、今でもあれなんですけど、炎上してて、 ま、滋賀県の中でもね、あのー、まあ、これをきっかけにいろいろそういういじめの、あのー、法律とかが結構変わったりしたんですけど、なのでね、この事件っていうのは結構あのー、ほんまにいろいろな、あのー、法律を変える事件にもなったんですけど、ですがね、やっぱりなんかいろいろおかしいなと思いますし、俺が一番ムカつくのはね、やっぱね、その、加害者側の親のこの考えなんですよね。なんかうちの子が逆に被害者みたいな。 あのー、な、なんやろ、もう、なんでそんな考え方になるのかなっていうので、もうそこがね、一番ムカつくところなんですけど、もうほんまにね、あのー、自殺した子も、ほんまにまあ、あのー、すごい、まあ、かわい、かわいそうって言ったあれですけど、まあほんとにね、まあ、辛い中耐えて、いろいろ先生とかにも、こう、相談とかしても、そういった先生もね、この、お前が我慢しろみたいなあの言われてね、もうほんまに、こう、 普通、先生とかがね、こう、助けてあげれる、あ助けてあげる立場じゃないですか。それなのにね、そうやって、まあ、見殺しにしたみたいな感じですよね、もう。なんでね、あの後にいろいろと校長も、それはただえの喧嘩やったりとか、あの、裁判もね、行ってもなんかその、親が悪いとか、なんかそんなんね、いや、もうこれは報われないですよ。本当にこの事件は。 なでね、まあ、もう,もう裁判ね、その賠償金決定したので、なかなかね、もうこの先、ニュースになることっていうのは、まあんまりもうないかもしれないですけど、まあ、この事件はね、ほんまにもう風化したらあかんというか、まあ、覚えとかなあかん事件やと思うんで、まあ、あのぜひねあの、俺もこうやって YouTube に残してあの、まあ、一人でも多くの人に、こんな事件がない滋賀であったんだよっていうのを、あの伝えていきたいなと。 思っってて今回動画に撮ってますおそらくね、滋賀県市場というか、俺の中でですけど、非常に嫌深い、本当に事件やと思うんでね、これは、まあ、俺もね、一生忘れることはないと思いますし、まあ、滋賀ってね、まあ、滋賀県って、まあ、田舎なんで、そんなむちゃくちゃ、なんてうんですか、人数がいるわけじゃないんですよね。子供数がむちゃくちゃ多いとか、そういう都会とかと違ってね、そんな人数がむっちゃ多いわけではないんですけど、こういった事件が起きるっていうのは、あの非常に悲しいなと思います。はい 今日はねあのちょっと滋賀県の、あのー、ニュースについてしゃべらせていただきます。まあ、滋賀県、やっぱりね、あの自分の住んでる、まあ、地元の町な町っていうか、地元の県なんで、やっぱこういう滋賀県の中でもね、こういう時折ね、こういう大きいまあ、事件とか、えー、そういうニュースがあるんですよね。ももう他ににねちょっっと気になってるニュースがあと 二つあるんですけど、俺の中でちょっと大きなやつが、まずそれもね、あの、後々動画にしたいなと思いますし、こうやって滋賀県で起きたことをね、まあ、こういう YouTube とか、あの、まあ、世界的に発信できるこういうツールを活かして、まあ、一人でも多くの方にね、まあ、知ってほしいというので、またこういうのを撮っていきたいなと思います。はい。ここまで見てください。ありがとうございました。まあ、ぜひ気になった方は、えー、チャンネル登録してくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。